自作のドライブレコーダーの紹介をします。これがフロント側につけているビデオカメラです。これが電源、外します。からカメラはクイックシューでつけてますので、これも外れます。これが市販のクイックシューで、台は自作しました。ここはダブルフェイスつけてまして、これは自在のマウントになってます。これがクイックシューです。ここへカメラを固定するようにしました。で、電源はこのシガレット系、シガレットのところから 100V と USB のアダプターを買ってきて使っています。カメラには電源を入れて、このクイックシューで、前方の角度を見ながら固定します。少し工夫しますけども、これが後方カメラ用の電源です。これが後方撮影用のビデオカメラです。これは市販の吸盤のついた、カメラの指示を貼ってみてつけることにしました。これで後方の角度を確認しながら、この辺ですかね。あとはこちらで角度を調節。これが電源です。これはナショナルのビデオカメラですけども、これは蓋を閉じても録画をするというタイプです。それでは撮影に入ってみたいと思います。出かけます。